どうもしゅんです。こんにちは。今日は南原さつきさんという方にお会いさせていただきます。南原さんですね、過去に投資家としてマネーの虎という番組に出演されていました。僕が南原さんに対して持っている印象としては、めっちゃ怖い印象を持ってます。というのもですね、過去の映像とかを見たらめっちゃ怖かったんですよね。ちょっと。どうぞ。じゃあ私が彼の話を聞いてないとでも思ってるの？いや思ってないですよ。私は一生懸命に彼の話を聞いて良き理解者として、うん、彼に対してアドバイスがしたいと思ってるんですよ、うん、でも僕ら5人いるんですよ、ね、少しでもできるんじゃないかと思って聞いてるんですよ。怖かったですよね、うん、そうなんですよ、怖いんですよ。だから今日はいつもより緊張してるんですけども、ちょっと頑張ってお話ししたいなっていうふうに思っています。特に打ち合わせとかもしてないので、まあ、ぶっつけ本番なんですけど、まあなんかこういう機会もなかなかないので、聞かれたことは全部正直に答えたいなっていうふうに思っています。今日は20分ほどお話しさせていただいて、はい、で最終的に南原さんが私と一緒に働きたいかどうかをこちらの札に挙げていただけたらなっていうふうに思っています。面接厳しいよ、大丈夫かな。そうですね、心はそんなに強くはないですけど、正直に言っていただいて勉強させていただけたらなというふうに。なかなかにしずに厳しくということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今金沢大学4年の福田俊と言います。まだ現役なんだね。はい、来年卒業定なんですけど、うん、石川県の金沢大学とかに通っています。去年に会社を立ち上げて1年半ぐらい経ちました。事業内容としては自社の YouTube チャンネルと企業の YouTube チャンネルの運用をしています。動画の制作とか企画とか、うん、SNS の運用とか、主に動画制作を事業内容としてます。今期の決算見込みはどれぐらいなの？はい、今期は売上が2200万見込みで、利益が1400万から500万ぐらい。最初の期は売上が1200万で、利益が400万でした。なるほど、はい、なかなかいいスタート切ってるんだね。固定費が少ないモデルなので、うん、赤字にはならないんですけど、大きく何やどうすればいいんだろうっていうふうに今試行錯誤しています。この3カ年計画はどれぐらいになってるの？はい、今22歳で25歳の時には最低ラインで年商1億円で、利益でいうと7000万を超えたいなっていうふうに思っています。給与ってどれぐらい希望してんの？これはやっぱりお金じゃないよっていう話はありつつも一応聞いときたい。はい、2つあります。一つは南原さんの元で実際に、社員さんかもしくは業務委託か分かんないんですけど、うんうん、そういう形態で働く場合と、あとは業務提携みたいな形で、なるほど、ね、私の会社でと、一緒にやるみたいな2パターンで答えさせていただきます。一、はい、つ目に関しては、給料は10万円前後から、なるほど、であれば全然いいかなっていう、はい、まあ、極論、お金はあんまり関係ないかなとは思っています。うんうん、というのも僕自身が今南原さんの下で一緒に働きたいって思った理由としては、南原さんの長年の経営者としての経験であったりとか、見ている景色を見てみたい、一緒に関わりたいっていうところが一番の目的なので、お金に関してはいくら以上とか特に本当にないです。2つ目の業務提携みたいな形で言うと、 YouTube チャンネルを一緒にやっていくっていう中で、今企業さんのチャンネルが月50万から60万ぐらいで、毎月運用費みたいな形でいただいてるので、それくらい50万ぐらいいただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。なるほどね、はい、それは意地悪な大人はこう答えるんです。はい、10万円で採用します。そうすると50万円もついてくるじゃないですか、はい、さらに10万円っていうのはデッチボークになっちゃうんで、ほとんど、はい、まあ、そうすると、まあいろんな何でもかんでもお願いできるっていうか、まあ、非常に雇う側としては過酷なお願いをすることになるとは思うんですけど、就職するにあたって、うちの会社はよく分かってないと思うんだけど、うちの会社の中でやりたいことってある？たくさんあるんですけど、一番は、うん、南原さんがこれから、ま、人生の第4章として進んでいく、うん、一番力をアクセル踏むべきところに、うん、お手伝いさせていただきたいなっていうふうに思っています。それは俺の話をパクって答えてるね。まあでもそのアクセル踏むとこっていうのは結構ね、力技で人でもいるんですよ。過去に言うと、その時には、まあ、いろんな人を押してもらわないと、アクセル踏むだけでは会社回っていかないんだよ。空回りになっちゃうから、ぜひアクセル踏む時に手伝ってほしいと思う。はい、はい、ぜひお願いします。はい、
一つの目標として最小人数で上場したいっていうのが今の目標であります。最年少じゃなくて最小人数ね。はい、っていうのは具体的に何人なんですか？今日本記録が11人なんですよね。正社員でいうと5人ぐらいで上場したいなっていうのが今の目標です。なるほど。でも上場するとなると監査役入れたりとか必ず必要な人たちがいるんで、はい、5人っていうとかなり苦しいと思うんだけどもそうなんですよね、うん、今携帯としては業務委託であったりとか、うん、インターン生みたいな携帯を取っていて正社員は僕だけなんですけど、監査を業務委託するわけにいかないですよね。ちょっと厳しいだろうな。でもまあ言うようにその5人の力強い会社を作るのもすごい面白いなと思って、そうするとまあ YouTube とかを使えば例えば本当に5人の会社ができるんじゃないかなっていうのは、うん、まあ、ちょうど興味を持ってたんだよな。だからこれは会社を大きくするっていうよりは、はい、YouTube のなんて言うんだろう、再生回数とかなんかっていうよりももっとその中でのこのポジションを高くしていくっていうんで、今までやったことのない仕事なんだよね。うん、強いところとしては YouTube の動画制作であったりとか、企業の採用目的の YouTube チャンネルとかが4社でやってるんですけど、そういったところで南原さんのお手伝いであったりとかが、それはただ制作するだけじゃなくてそれに付随するサービスを全て入れてっていう形。そうですね、企画とか運用とかを含めてっていう感じです。実績はどこに求めてるわけ？売上に求めてるのか、それとも単なるユーザー数の登録に求めてるのか？今運用している会社さんに関しては採用に目標を置いています。基本的にはそのリクルートの手伝いをしているっていう。そうですね、で採用目的で企業さんを受ける人たちが YouTube を見て志望度が上がったかであったりとか、内定承諾率が上がったかみたいなところを目標にしています。再生数を追わなくていいみたいなスタンスの企業さんが多いです。競合他社と僕らの違いとか強みとしてはどっちかというと規模とか予算とか動画のクオリティみたいなところで勝負してるのではなくて、僕らの会社のメンバー基本的には21、23とか学生中心なので、そういったまあ例えば採用とかあとは学生向けのサービスとか、学生向けにニーチを広げたい企業さんが作っている側が学生若い世代なので、そういった若い世代の目線に立って動画を制作するっていうところで、若年層に向けた、動画の制作がすごく得意です、まあ、供給される側の人たちが逆にその鏡に向かって作るものって、うん、まさにその相手の共感を得るっていうか、ちょっとした違いなんだけどこう壺に入るっていうか、うん、だから福田さんがやってるビジネスも使う側を応募される側っていうのかな、はい、その人たちの立場でやるんで、うん、それはきっと金銭に触れるっていうか、はい、楽しいね。南原さんが今 YouTube 以外でも何でも大丈夫なんですけど、困っていることとか、うん、これから力を入れていこうとしていることとかってございますか？ちょうど YouTube をやりだしたじゃないですか、はい、動画自体は結構まあなんとなく得意っていうか、あのファイナルカットっていうのを Mac で使って、はい、それからモーションっていうのも使ってで、まあいろいろこう動画を作り上げていったんだけど、音楽が苦手で、はい、そこに入れる音楽をこう作ったり探したりするのがすごい苦手なんだよね。 BGM とか効果音とか、そうそうそう、だそれをちょっと福田君の力を借りたら、はい、ちょっと簡単にできるようになるのかな。ぜひお手伝いさせてください、はい、やっぱり人生ってこういろんなところで選択なんだよね。でその失敗が少なければ階段を上がるようにこう上に上がっていくし、その選択の失敗が多ければどんどんどん階段を下がっていくし、ひょっとしたら大きなチャンスを見逃してるかもしれないよね。でもそれって実を言うと誰かが僕らを見てて俯瞰して、お前何年間でもラーメン屋の権利取っちゃえよって一言言ってくれたら、取るっていうのはちょっと言葉が悪いけど、まあ、実際僕もしラーメン屋さんを真面目に会社として大きく伸ばそうとしてたら、ラーメン屋も同じように大きくできたかもしれない、俯瞰して見てる人が周りにいればできたかもしれないね、はい、ぜひそういう人がいる会社にまあ就職したりだとか、まあ、そういう人を作ったら、まあ、自分の人生変わると思うので、まあ、ちょっとしたアドバイス。
今の話の中で、一緒に働きたいか否かを南原さんの方から、判断いただけたら嬉しいです。なるほどね。まだ判断するにはちょっと材料が足りなすぎて、はい、僕はもうちょっと人を最終的に判断するときに、例えば子会社で働いてくれる人っていうより僕の近くで働いてくれる人とは一緒にご飯を食べるんだよね。だから一緒にご飯をぜひ食べましょう。はい、ぜひ。とりあえず一緒にご飯を食べるとこまで OK で ありがとうございます、はい、その後に最終決断になっちゃうけど、はい、それでいいですかね。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちなみに南原さんの YouTube チャンネルも今後力を入れていくということで、この後に恐縮なんですけど、はい、出演させていただけるということで、はい、下の概要欄に南原さんのチャンネルもあるのでぜひご覧になってみてください。 ありがとうございます、はい、ということで今日の動画は終わりです、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。